鹿児島駅。鹿児島駅は、鹿児島県鹿児島市浜城にある、九州旅客鉄道 JR 九州鹿児島市交通局の駅である。事務官コードは94万126。なお本校では、駅前にある鹿児島市電の鹿児島駅前電停についてもここで、記述する。鹿児島県の県庁所在地である、鹿児島市において、鹿児島を名乗り、 JR 九州においては、鹿児島本線、日豊本,本線の正式な終点である。しかし、列車の運行上では、鹿児島本線側に一駅隣の鹿児島中央駅が、両線の事実上の終点の機能を果たしており、当駅の地位は、鹿児島中央駅が、西鹿児島駅を名乗っていた時代から相対的に低い。 大型時刻表の関東路線図での扱いは、交通新聞社が出している JR 時刻表では、都道府県庁所在地代表駅を示すマークは、鹿児島駅と鹿児島中央駅の双方にある一方、現行の JTB 時刻表では、都道府県庁所在地代表駅を示す二重四角マークは、鹿児島中央駅のみに記されている。鹿児島本線。 日方本線の2路線が乗り入れており、いずれも当駅を終点としている。このため、盲町線の終着駅以外では珍しい、上り列車しか発車しない駅であり、このような駅は他に安保鴨川があり、JR 線に限らなければ、久慈駅、佐世保駅、上佐中野駅も該当する。校内には、鹿児島本線と日方本線のキロポストが両方存在する。 営業キロ上は駅の南側に隣接する日本貨物鉄道 JR 貨物の鹿児島貨物ターミナル駅と同一地点にある。なおと駅の所属線は鹿児島本線である。上記でも述べたように、鹿児島本線、日報本,本線は運行上では鹿児島中央駅を終点としている形であり、鹿児島本線の列車は多くが 鹿児島中央駅で折り返すため当たり駅まで乗り入れるものは少なく逆に日豊本線は全列車が鹿児島中央駅まで乗り入れているため当駅は日豊本線の中間駅としての意味合いが強くなっているそのため正午から夕方まで鹿児島中央駅に向かう普通列車は市街地間を結ぶにもかかわらず1時間以上発車間隔が空いている便が複数あるこのか。 鹿児島中央駅を起点とするイブスキ枕崎線の一部列車が、当駅まで乗り入れている。第一期線の終点であるが、運行上は他の路線に直通し、1系統、2系統それぞれの起点となっている。鹿児島へ至る鉄道は、八代から海岸線経由と山間部経由のルートが検討され、海岸の鉄道は戦時に敵の攻撃に弱いという軍部の主張から、 山間部経由が先に建設された。このことから人吉、吉松を経由する、被殺線のルートで、鹿児島への鉄道を建設することになり、その鹿児島側からの建設区間としてまず鹿児島、国部、後に解消して、早戸駅となる、間が1901年、明治34年6月10日に開業した。鹿児島市の市街地の中でも最北部に設置された。その後、 1909年、明治42年11月21日に、矢竹第一トンネルを越える区間が完成して、鹿児島が全国鉄道網と結ばれた。しかしその後、海岸線経由の鉄道も建設が進められ、終点の駅だった鹿児島駅からさらに先へ伸ばされて、後に、西鹿児島駅を経て、現在の鹿児島中央駅となる、部駅が1913年。 大正2年10月11日に合した海岸線経由の鉄道が完成すると、こちらが鹿児島本線となり、従来の人吉、吉松経由の路線が被殺線となった。第二次世界大戦後、鹿児島市の市街地整備が進展すると、次第に南側へ発展していくようになり、鹿児島駅の地位は相対的に低下して、西鹿児島駅が発展するようになった。 運転場の拠点だった鹿児島機関区は、鹿児島駅の脇に設置されていたが、鹿児島工場、後の鹿児島車両所や鹿児島運転所など、その他の運輸関係機関は、西鹿児島駅のそばに建設された。西鹿児島駅へ、鹿児島の中心駅としての地位を移転させる提案は、地元の強い反対を受け、名前のみは当駅が鹿児島と名乗り続けているが、 長距離列車の始終着駅は1971年、昭和46年から、西鹿児島へ移転、鹿児島本線経由列車は、区間短縮、日豊本線経由列車は、区間延長し、2004年、平成16年九州新幹線の開通に際して、西鹿児島駅が、鹿児島中央駅に改名し、新幹線の終着駅となった後は、明実ともに、鹿児島中央駅が、 鹿児島市の中心駅となっている。1976年、昭和51年から使用されてきた四代目駅舎は2018年、平成30年10月19日で営業を終了した。翌20日から仮駅舎で営業を始め、2019年秋に新駅舎が完成予定である。島式ホーム2面4線を持つ地上駅、京上駅舎であり、 コンコースは2階に存在する。出入口の階段の傾斜はやや急だが、昇降設備設置はない。かつては3面5線の構造だったが、現在は2.34番線のみが使用されている。1番線は、国部方からの木回し線を備えた終端ホームだったが、使われておらず、木回し線が撤去され2番線ホーム脇の1番線の、あった箇所は駐車場となっている。 山側の5番線は廃止された。現在でも4番線の山側に、旧5番線のホーム跡が残り、元ホーニアとの個線境界段部分が残骸として残っている。なお、2番線と3番線の間には、抽選があり、鹿児島貨物ターミナル駅の着発線としても、機能している。2番乗り場ホーム流家水寄りの軒下に、桜島観光も寄り駅の看板が掲げられている。 当駅周辺の連続立体交差事業が検討されていたが、財政難を理由に、鹿児島県は凍結の方針を打ち出している。直営駅で緑の窓口が設置されている。IC 乗車カード、守護課の利用が可能であるが、相互利用可能 IC カードは守護課の項を参照。自動改札機は紙守護課改札機のみが、設置されており、磁気乗車券、磁定期券などは、 駅員が改札を行う。守護家は、緑の窓口や自動券売機、無記名式のみ、で購入できる。タッチパネル式の自動券売機が2台設置。1台が IC カード対応。1台が非対応。改札内には IC カードチャージ機が設置されている。太平洋戦争末期1945年。 昭和20年6月17日の鹿児島大空襲の際に兆万員の乗客を乗せ停車中の列車3本に米空軍 B29 爆撃機から投下された大型1トン爆弾数発が直撃命中し、公式には乗客職員死者420名以上重軽傷者650名以上とされている。旧五番線ホームに犠牲者を痛む慰霊碑が混流されている。 三面三線の串型形ホームを持つ地上駅。鹿児島駅を出てすぐ右に位置するが、屋根等での連絡はない。なお、電停は屋根により覆われている。電車到着ベル、発車アナウンスがある。両乗り場とも車椅子の使用はか。ただし、電動車椅子はホーム幅が規定に足りないため不可。また、無人駅である。現在の電停は1991年に、 完成したものであり、以前は三面二線の屋根なしの駅舎だった。また、設置当初の駅名は停車場前だった。二つの系統が利用するが、系統によってホームは分かれていない。なお、原則として一系統で到着した車両は二系統として二系統で到着した車両は一系統として発車する。鹿児島市では、 鹿児島駅周辺都市拠点総合整備事業を2003年に設立 JR 九州との共同で鹿児島駅と周辺一帯の再開発を進めている。主な事業内容としてなどが盛り込まれたが連続立体交差化は財政難を理由に凍結。現在、駅東側の未利用地の整備のみ着工している。その他については2016年8月までには 基本設計を取りまとめる予定である。もともと鹿児島城の城下町の中でも最北部に位置する一帯として、関町と称されている地区に位置している。古くから、鹿児島高近坊の地区として発展してきたが、鉄道が開通し、鹿児島機関区も設置されると、鹿児島における鉄道の拠点ともなり、陸海の交通の接続する地点となって繁栄した。運輸、倉庫業や、 卸売商工業など、各種の産業が栄えていた。また、鹿児島県庁や鹿児島市役所も近くにあり、こうした機関への業務客も訪れた。しかし、鹿児島市における鉄道の拠点の役割は1971年、昭和46年に、西鹿児島駅、後の鹿児島中央駅へと移転、こうした繁栄は失われていった。鹿児島港も再開発により、 南部へ機能を移し、運輸、倉庫関連の産業も移転した。さらに1996年、平成8年11月に、鹿児島県庁が、鴨池新町へと移転したことから、利用客も大きく減少している。鹿児島駅周辺地区は、人口も減少しており、鹿児島市内でも高齢化率が高い地域となっている。しかし、かつての賑わいを取り戻すために駅近くに大規模な、 公園、他にも様々な施設を含むが作られており、鹿児島の中でも今後の再開発によって、どのように生まれ変わるか、地元住民からも記されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。